南部利用は江戸時代後期の大名。道の区国森岡藩の第11代藩主。家には14位した大前大部。ただし、公式には同一人物とされたが、この名を名乗った人物は二人いた。本記事では、その二人目の人物について記述する。陽明は善太郎。文政四年に不慮の死を遂げた一人目の利用の替え玉として藩主に。 擁立された。今日は3年11月6日、新屋敷南部下当主南部新清の三男として、森岡にて誕生した。血統上は、断系の重邸にあたる、本物の第11代藩主であった李用が文政4年8月に、不慮の死を遂げるが、吉次郎李用はまだ11代将軍、徳川家なりに、おまみしていなかったため、海域や天保、元放を恐れた。 繁重役たちは、比較的年齢も近く、風貌もよく似ていた善太郎を替え玉に仕立て、利用として、翌9月に擁立した。善太郎を改め利用は、11月15日に、家なりに、おまみして、藩主として認められ、12月2 14にした、大善大部に、ジョイ、任官された。反省においては、不正の続いた、李高氏申請で登用された。 大正役人の大公鉄断行による人事を行い、これにより、李高市時代に礼遇された、門抜家老僧が、反省復帰することとなる。門抜家老たちは、東へ属敬語と二十万国格上げによる負荷や、犯罪性困窮に関わらず、旧防犯主を救済する政策を講じる。文政五年八月十九日には、前年に、相馬大作事件を起こした、相馬大作が、 江戸で処刑されている。またこの年に自身に一万一のことがあった場合には、南部おさを後継者にするよう幕府に打ち願いしたという。文政八年、病気をして江戸に参勤し、それが原因で7月18日に江戸で死去した。去年23。なお、五大藩主、新恩の血統としては、最後の藩主となる。実首は娘、豊子の身のため、 内願いの通りに、リズミが家徳を継いだ。ありがとうございます。